浪江町仮設住宅の皆さん、さらにはあと本宮市ボランティア連絡協議会の皆さん、さらには FM モットコムの皆さん方、多くの皆さん方のボランティアの協力にいただきまして開催するものであります。東日本大震災の経験を教訓といたしまして、絆や支え合いという人と人との関わりについて県内各市町村の社会福祉協議会が取り組んでいる状況であります。本日はその一環として開催するものであります。お母ちゃん、孫5人連れて逃げてちょうだい、山形のお姉さんうちに逃げてって言われたの。でも私にはボランティアのね、今こうやって市の方のボランティアの会長してから逃げるわけにはいかないし、もう本当に私は迷いましたよね。でももうごめんって言って、私はもうすぐに社協に飛んできて、そのうち日赤さんが元校に避難の方がいっぱい来てるから炊き出ししなくちゃなんないって言うから、じゃあボランティアの方でも炊き出ししまさろうって言って、野菜の余ってる人あったら野菜くれてください、いや味噌でも何でもいいですって言ったら、すごい材料集まっちゃってね。そしてじゃあその材料を見ながら、今日はじゃあこれとこれとこれをやって豚汁にしようか、じゃあ今日はこれとこれやったら何にしようかって言って、もみんなでそうやって。課長と一緒にも出られるんですか？そうね、嬉しくて寝られなかったそうですね、はい、いや本当に今日は楽しいです、はい、おかげさまでみんな本当に協力してくれるんで助かってます。市民の方とね、私ども町民の方とがやっぱり交流するっていうのは、その地域に溶け込むっていうことだと思うんですね。ですからその溶け込むこと自体がやっぱり、まあ、第二のふるさとという形になると思うんです。でそのふるさとをね、やっぱりしみじみ自分たちの望郷の念に駆られているところを思いながらね、この避難している市民の方々と交流するっていうのはね、非常に生きる力になると思いますよね。やっぱり力をいただいているというのも、で今日の皆さんのお姿を見ますとね、笑顔で、まあ、本当に楽しい、なんか今までいがみし潰したような方もね、本当に笑顔が見えて、本当に素晴らしい事業だというふうに思いますよね。